先生、あ、お忙しいところ菅原がまた聞きたいことがあるということなんでちょっと聞いてもらえますかね。何ですか。今日はですね、4月18日に板尾先生の筋膜のセミナーがあるんですけど、よく筋膜の治療ってまたいろいろあるじゃないですか。セミナーもいろいろあって、園部先生も筋膜に着目して治療されてると思うんですけども、筋膜と病態、ここの関係性をやっぱり理解できないと、たまにしますな。そこの関係性をどう解釈してるのかっていうところで今日は教えていただきたいんですけど。そんなの任せてよ。筋膜って言ったら園部先生でしょ。ゴールデンウィークにあの林紀夫先生の特別イベントを開催いたします。このイベントに関連してツイッターキャンペーンを行います。景品はなんとこの2冊の本をプレゼントいたします。詳細については下の概要欄をご覧ください。そうですね、今日もありがとうございます。はい、今日はあの筋膜と病態、この関係性について、まあ、園部先生の見解をちょっとお伺いしたいんですけども、あのね、筋膜はもう本当に、まあ、おそらく筋膜はそれほどやっていない人にとって、もう信じられないほどの病態との関わり多いと思います。で、我々の臨床に非常に大きな役割をしていると思います。で、病態というよりも我々のこの業界にどういう役割をしているかということをまず話させていただくと、一つは硬さと関与しています。でそれと痛み、でそれと運動の動きかな、動きと、この3つにすごく関与していることを知ると我々の業界にとって非常に筋膜が重要だということが分かります。例えば、まず硬さから言うと、硬さは外傷とか、傷とか、あとはオペ後ですね、術後と関係してますけど、例えば、膝の手術なんかで前面を結構こうバサッと切ってしまう時ありますね。でそういった時、曲げる時硬い時あるじゃないですか。でそういった時に、実はその硬さの、その硬い要因がこの表層の筋膜とか皮膚とか、その表層組織が硬い影響を与えているということは非常によくあると思います。だから、そのことが分かってくると術後長くずっと RM 制限があっても皮膚とか筋膜のその滑走のさせ方を分かれば、そしたらその場でかなり曲がってしまうと、ということは全然普通に多分出てくると思います。だから全部筋膜と言ってるわけではなくて、硬さの病態の中に筋膜の病態というのは非常にあるということを知っておくといいと思います。で次、皆さんがもっと関与するのはおそらく痛みだと思います。で痛みの病態がなぜ筋膜と関わっているのかっていうと、ここがもうここから先ちょっと話長くなっちゃうんだけど、皮神経と関与しています。で皮神経、神経っていうのはどこ針刺したって皆さん痛いですよね。だからはっきり言ってその全部その体中表層組織には神経がくまなく入ってるわけですよ、髪の毛みたいに。でもその時にこうやって神経がこう、例えばこうやって分かるようにこうやって入ってますね、入ってきてます。表層の筋膜とか皮膚に入ってきてかなりスライドしてると思ってください。で完全にくっつかなくてもこの滑りが悪くなると突っかかるので伸ばされるところが出てきてしまいます。だから痛みと関与しているということなんです。でここで、すっごい大事なことを言うと、例えば、まあ、こう体幹とかこの中枢部はすごく多いんだけど、例えばこういうところの病態でも、筋膜とか皮膚の表層の、が痛みを出している病態の時、これはね非常に実は多いんだけど、なぜ今までそれほど注目されなかったかっていう理由があるんです。でそれは何かって言ったら、実はその筋膜で症状を出している時に表面のピリピリした痛みとか、その表面が痒くなるとか、そういう表面の痛みを患者が訴えないんです。実は訴える時もあるんだけど多くは訴えない。もっとズーンと重いとか、ざわざわするとか、かったるいとか、投げ出したいとか、こういう表現すると思います。なので医療者も患者も表面で筋膜とか皮膚っていう表の表面で痛みを出しているということに気づけないんだよね。ここすっごい大事なの。だからその評価の仕方が分かってしまえば、筋膜とか皮膚の病態は全てみたいに思われても困るんだけど、でもね相当数いるっていうことが分かってきます。これが2つ目で、3つ目は、
その動きと関与するので、僕の印象でも体を動かす時ってもうかなり皮膚とか筋膜とかそういうところをこう操作して、倒立振り子でその動きを確認してるっていうのは非常に大きくて、で、そこがかなり体を動かす時に、我々の操作として使えるということ、でこの3つを知っておくと臨床の幅がすごく広がってくると思います。で今回板部先生ね呼んだんだけど、皆さんもこう筋膜のことをやっぱり例えば臨床で使おうと思ったら筋膜自体がわからないと臨床で使いようがないので、今回本当にアナトミートレインでね、アナトミートレインって本は皆さん知ってると思いますが、その役者の板部先生呼びましたので、お呼びすることができて、その筋膜について僕もすごい勉強したいと思ってるし、皆さんにとってもすごく役立つと思います。まずその根本的なことを知ってもらいたいなと思って今回板部先生お呼びしました。そうですね、その病態を見る上での、うん、まあ、一つの切り口として筋膜っていうものがあると思うんですけども、うん、だからどういった瞬間にこの、うん、あ、筋膜の痛みはこういうのだなとか、あとは筋膜についてこう、うん、どういうふうに勉強というか知識を深めていったというか、うん、いや本当にいい質問するね、あなたそれはでも本当にそうなんだよ。ね、まず、患者が訴えてくるときにもう問診の段階で、まずかなり広い範囲で訴えてくるということね。で、広い範囲で訴えると同時にね、どこって言えないような病態、はっきりとは言えないような病態で、あとはね、表現の仕方でざわざわするとか、さっき言ったように思ったりとかかったるいとかっていう病態の時、には、筋膜の可能性が高いなっていうふうにまず思う。でね、動き始めの病態、筋膜とかは滑走障害だから、だんだん痛くなるやつもあるけど、動き始め朝痛いとかそういう病態の時には、筋膜っぽいなと思ってそこから見に行っちゃう、うん、だから結構ね、高齢者の足しびれて脊柱管狭窄症でオペですって言われてるの人で、下肢の筋膜っていうのは非常に多いんだよ。だからそこも含めて、我々がその今言ったように予測できるって大事だよね。予測して、あと評価の仕方を知って、そこをやっつけると痛みが取れちゃったっていう、その流れは非常に大事だよね。先生の臨床を見てるとよく、痛みのそのざわざわとか修理とか、どういう条件で発生するのかすごい細かく聞いてましたから、そういう狙いを持って聞いてたんですね。そう常にそうやって、だからなんていうかな、聞いてズキッとくるのがあるよね。あ、これだなって、そのキーワードがあるから、表現の仕方とかね、患者のその言葉で言語だけじゃないよね、患者の表現の仕方で頭にこう来ることがあるよね、パーンとね。それで、あ、これだろうなっていつも思って、それから見に行くよね。ありがとうございます、はい、非常に参考になりました、はい、また今後もいろいろと臨床について教えてください、はい、で今日はありがとうございました、はい。理学療法士のプロとして、私なら加齢付近というのは腰痛を考える上でこの圧痛ポイント、ちょうどここです。この脂肪体のところが内転圧になると骨頭の位置、これは腸母趾、フィールレーズが早く起きると